40代前半の男性ですね。常に世の中の他人のためとね、恩返しを心がけてきました。おばあちゃんが他人の子供に接する時の愛情の深さ。この前質問もあった方ですね、この人。そうですね、はい。はいえー で、お母さんが子供の数を心配しながらね、素早く対応する自然さに自分は表面的であると悩んでいましたと。しかし、男性には子育てや家事、介護など本質的に無理だと受け入れるところ、悲しいですが、心が晴れやかになりました。これまで自分は女性よりも上だとか、自分は立派だと。 えー、心のどこかで思ってていいたこことを反省しています、えー、このように、えー、自分の間違いを受け入れることがどうしてこん,、えー、こんなにも心を晴れやかにさせるのでしょうかということでね、まあ、その自分の過,過ちを受け入れたときになんか解放されたというようなご意見ですけど先生これはいかがですかいやねえー、っと僕が男性よりかは女性の方が偉いなと思ったのはいつ頃だったか分かりませんが やはり40歳ぐらいにならないと分かんなかったんですよね。つまり、あの、男性ってのは機械、僕なんか特に機械と電気ですからね、機械とか電気とか音楽とか、まあスポーツももちろんそうですけど、男性の方が優れてるんですよ。これはどうしてかって言ったら、女性は子供を産んでおっぱいあげるという必要性から取っちゃったもんなんですね。体から取っちゃった。<laughs> あの、両方はできないから。 片っぽ体から取っちゃったんですね。だから、そのあ、男性が優れてるっていう部分があるんです。確かにあるんです。論理的な考察力もあるし、突撃もできるとかいっぱいあるんですけど、それは女性、男性で子供が産めるのがいないのはなぜかっていうことなんですよ。男性で資金持ってる人いないんですよ。で、これはなぜかっていうと、 子供を産んで子供をおっぱいあげるのは非常に大変。これで、あの、男性の場合は、乳首まで作ったんだけど、乳首からおっぱいはやっぱり出せないんですよ。これ難しくて。だから、その、頭の構造もそうですね。あの、赤毛猿のミラーニューロンの研究ってあるんですけど、お母さんの頭だけが、赤ちゃんの頭と少しシンクロするんですよ。で、だから、 子供、生まれたばかりのお母、子供に対してお母さんが話しかけるのが必要だって言われてるのは、そのシンクロしてる部分がこう、同じく振動するんですよね。まあこれは人体実験は行われてないんですけど、赤毛猿までは実験してるんですね。それで、そういうことを全部含めて考えますと、やはりね、今そこの人、ものすごくその、 男性の,あの方、人生相談して来られた男性の方、ものすごくあのよく分かっておられるだなと思ったんですけど、この女性が非常に優れてるところ、男性が非常に優れてたところあって、それが愛協力して立派な人生を送れるっていうことであって、そのどっちが優れてるっつったって、まあそれしょうがないというのが私の見解ですね。ええ。それはね、<あ>もう、 だけど、子供を育てるのに両親がいた方がいいっていうのはなぜかっていうと、それは、えー、男性の荒っぽい理屈っぽいのと、女性の細やかで優しいところを、両方赤ちゃんが感じた方が、精神的にまともになるっていう研究は結構あるんですね。まあそうかもしれません。だからまあ,あの、そういうところで、両性が存在するのが意味があると。 そうですね。だから、あの、ね、その、まあ、違いは、ね、その、役割ですよね、その、生物学的な、その男性としての役割っていうところから、こう、見ていくと、あれですよね、まあ、基本的には、その子孫を残していくために、まあ、その男性と女性がいる。で、男性は、まあ、その、えー、男性の、その、自分たちの、その、 まあ民族を守るために、でそういう戦争をするとか、そういうところの、えー、役割があったわけだけど、まあ、今現在では <laughs> その、えー、その役割がこうなくなってしまってね、うんで、さらに先ほどの話じゃないですけど、このじゃあ生成 AI が出てきたってなった時にそに、もうますますその男性としての役割はどう,どうなってしまうのかっていうね、まあ、そういう懸念はありますけど、まあ、それはもう、もう自分で見つけるしかないっていうような感じなんですかね。<laughs> あのね、未来は考えちゃいけないんですよ。考えちゃいけない。あ未来を考える力がないんですよ。だから未来は多分未来の人間がベストに生きていくだろうと、今は自分たちの知識の中でベストに生きようという生き方しかできないっていうのはこれもよくわかってることなんで。そうですね。じゃあ。 まあ今できるベストを考えるっていうね、はいまあ、そ,その中でね見出していただければというふうに思いますシェアセスなど系ではメルマガを配信していますメルマガでは登録者限定の動画プレゼント YouTube ライブやイベント情報などをお届けします概要欄の URL をクリックしてぜひご登録ください